今回はタイニートゥンブというゲームを紹介します。このゲームは小さな部屋で区切られたステージを攻略していくスマホ向けのローグライク RPG です。日本語に対応していませんが、この動画を3分ぐらい見ればゲームの操作がわかるようになっています。なのでちょっとこの動画を見て、その後にアプリをダウンロードしてみてください。結構面白いんですよ、これが。このゲームはスワイプで一歩一歩部屋を移動して小さな部屋を行き来するランダム生成ダンジョン RPG です。スワイプした方向に敵がいれば攻撃するし、人がいれば話しかける。すごい簡単な操作ですね。で、もう一つ重要なことは装備があります。武器と防具の2つの装備を手に入れることができて、防具は自動で効果を発揮します。武器を手に入れたらですね、画面を長押しして武器を使いたい方向にドラッグします。そうすると武器をその方向に使うことができます。慣れるまでちょっと大変ですけれども、慣れないという方は操作をボタン操作に変更することもできるので試してみてください。もうあとは基本はそれだけ。チュートリアルを終えると青い魔人、これは腹ペコの魔人で、主人公にたくさんの食料を持ってこいっていう、持ってきたら、つまりそれがクエストなんですけども、クエストを達成したら報酬やるぞって持ちかけてくる、そいつの手先になって食料を集めまくります。操作の説明などはもうこれぐらいですね。あとはダンジョンに行くとコインを集めておけば武器屋があるとか、そういったゲームとしては基本的な機能のみに、ゲームとしては基本的な機能のみになります。ゲームの内容が気になる方は引き続きこの動画を見て、この先どんな風にプレイしていくかご覧ください。それではまた、面白いゲームを探していたらこのチャンネルよろしくお願いいたします。
Mm-hmm.